食べさん最近の活動についてお伺いしてもいいですか、はいはい？はい、いきなりですか？何でも聞いてください。<laughs> はい。もう禁心は開けてるんですか？禁心じゃないで一応自粛なんです。細かいですけどね。<laughs> あの誰かに休めって言われた時き <laughs>、自ら休んだということですから。なるほど、なるほど。食べ、はい、さんグルメの活動もされてるんですか？はい、今も。そうですね。まあ食べ歩きはしていて、ちょっとしたグルメコミュニティ、オンラインのコミュニティを作って。はい。 おかげさまで会員が500名ぐらいになりましすてす、ねね、これね、堀江さんにもちょっと伺いたいんですけど、うん、今、飲食店で美味しい飲食店を探すのに、インターネットで見つけるの、めちゃくちゃゃくく難しくないですかえそうですすかかそう数あるし、基準が難しいので、ちょっと難しくなってきたので、うん、美味しいものの情報は美味しいもの好きに聞けと。そそうでですすねね、まあ、れが一番鉄則です、ね そんなのね、一応、今、500人ぐらい集まって、あの食いしん坊たちが、うんで、一番盛り上がってるスレッドがです、ね、やっぱ飲食店あの、例えば福岡で来月1万円で和食で2名ぐらいに行くんですけど、なんかないですかって言ったら、その500人が一斉のせでわーっと結構教えるっていう、コミュニティにしたんですよね。非常に濃濃度も濃くなってきてき 教えたがりますからね。あのね、これ堀江さんも共感すると思うんですけど。ゴルフとグルメはね、もう世話焼きだらけだ。<laughs> ああ、そうだね。もうね、若い。教えてね。 あ美味しかったなその店って聞くとねもう S に入るようなお店でわかるわめちゃくちゃわかるわか、ね、うん。なのでねまあそこを逆手に取るってあれですけど年下たがりがいっぱいいる集まりになったらより濃いグルメ情報が得れるような、ねうんうん、集団にしたそれはね、はい、ある楽しそうで,すね、うん、でもね最近、うん、Google マップの精度が良くなってきて、うん、えぇ、ー Google マップでこの場所だったらこのジャンルかなとかと思って検索して点数高いとこ行くと結構当たりの確率高いですねもうどっちかってやっぱ食べログというよりも Google ですやっぱりいやもう全く知らないところでって言ったら Google マップが一番、うんうん、あーそうかまたべさんは Google は使われますそうですねもう両方使いますね、うん、でやっぱり例えばインスタとか見てもう多分堀江さんもそうですけど写真見ればなんとなくこう店の 感じが分かるか。雰囲気ね。雰囲気と。なので、そういうのをなんとか駆使しながら。でも、最終的には、今度福岡行くんですけど、堀吉さん、どこ良かったんですかっていうのが一番、やっぱ精度高いんですよね、結局。そうですね。うん、精度高い、精度高い。そうですよね。うん、なので、そういう人の集まってるグルメコミュニティ、アンジャッシュ渡分の食いしん坊広場というのを。 始めて1年ぐらいなんですけど、ランジャッシュ渡部の食いしん坊広場は、これ、どうやって参加できるんですか、はい、これね、えっと、ネットでってね、ちょっとディスコード使うんですよ、ディスコードでやってんのはい、<ー>意外と使いやすいってことに気づいて、月額も非常に安く、980円で、まあ、ログインしてもらって、ディスコードアプリ落としてもらって、それでやるって感じなんですけど。好の方にはですね 初心者の方もたくさんいるので、まあ教えたがりがいっぱいいるので、教えたがりがね。でも若い女子からしたら結構嬉しいですもん。教えたがりがいっぱいいるから。ゴールする一緒だよね。そのその全然知らないからありがたいですね。YouTube もされてるんですよね。そうなんですよ。渡部ロケハンっていうまあ渡部がいつか地上波に戻るためにロケハンストック版という YouTube。なるほど。地上波テレビの練習で地上波ラジオありましょう。地上波ラジオ。 興味深いそれは地上波ラジオですよ地上で渡辺ロケ班もラジオ版もちょっとやってもらってぜひぜひもう本当に喜んでやらせていただきたいだって福岡はさ美味しいものがいっぱいあるから俺やってほしいなと思ってることがあってグルメフェスやりたいのよ。 いいですね福岡でやってほしい渡辺県プロデュースのいやいやいや堀江さん堀江さんかっこ渡部健ぐらいでやりましょういやいや渡部健プロデュースってついてたらやっぱ食べたいってなりますもんやっぱミーハー心も湧きますよでさ東京とかからも帰くならない最高いいですねね福岡のグルメフェスって東京向けに PR したら行きたいよね確かにちょっと いいですね。うん、一気にさ、福岡の美味しい店が食べられる。そこにまた BQ グルメとかも入れたいじゃん。ああ、最高っすね。はい、やりたいやりたい。どうですか渡部さん。いやもう全然全然もうもちろんやらやらしていただけるんだら。そうですね。ん。なんかねゲ芸人も結局日本全国どこの仕事が楽しいかって話になるんですよ。うん。大体ね。 札幌か福岡になるんですけど。えー、でも最終的にやっぱね、<laughs> みんな福岡になるんですよね。だから。やっぱご飯。ご飯も、ご飯も、やっぱね、ご飯と、もちろん人柄も含めて、なんか元気な人多いじゃないですか。福岡って。うん、確かに。なので、すごく芸人、芸能人からは愛されてるですよ、ね。若い子も多いしね。えー、<laughs> うん。そうでね。<laughs> 僕ね、今、どんどん福岡に事業を作っちゃってんの。ええー、福岡で、僕、どんどん仕事増やしていことけうと思って。 これね俺堀江さんに言ってなかったんですけど私母親福岡父親長崎なんですえ、なので意外と九州の地なんです僕あそうなんだはい母親大牟田です出身大牟田またエクストリームな場所で終点ですよ終点ああですよねはい僕の後輩でね三原豆腐店っていう豆腐の 豆腐屋が居酒屋にったとこなんですけど超人気で取れないとこなんですけどそこも新業態開発してランチとか定食中心のお店で例えば豆飯って言ってご飯の上に豆腐をのっけて麻婆豆腐風にしたりとかいろんなバリエーションつけてこれはんかねなるほどね。豆腐屋さんが横で 定食屋さんやりますみたいな。あーめっちゃいいですね。恵比寿に豆腐食堂っていう店が出て、同じ状態でめちゃくちゃ流行ってますこやっぱ自家製豆腐をすぐ出すっていうような。あーそうなんだ。あとね、スイーツ、アイムドーナツ。お、流行ってますね。アイムドーナツ福岡発祥ですからね。いや、あーそうなんめちゃくちゃ並びますもんね。生ドーナツの発祥の地は福岡ですから。どうだったんですね。やっぱりイメージ通り。 新業態は福岡で生まれ東京がパクるってイメージです。本当にね。そうですね。生ドーナツもすごい勢いで出てきてますからね。一気に店舗増えましたもん。ナイムドーナツも。あとね、まあいっぱいあるな。なんかね、箱崎ってところでうどん屋やってるやつがいて、それまた面白くてうどん箱太郎っつってね。うどん箱太郎。うどん函太郎。どんなうどんですか。朝。 本当は5時からやってたんだけど、うん、もっと住宅街のただの古民家でやってるんですよ、うん、何の変哲もない、えー、でそこに行列できるから朝5時からやってて、えー、近所迷惑だっつって朝7時からにしましたっつってましたけど早、うんうん、いなってもいな小崎牛のね牛すじをこう煮込んでちょっと油も浮いててそれをうどんにぶっかけるっちゅうね、うんうんうん、それはすごいあこれもねうもうずっと行列うん 行ってみようここは12時ぐらいにはもう売り切れて終わっちゃいますなんか60食って書いてありますねそう限定なんですねぜひ渡部さんも福岡来た際はいろいろグルメ行ってみてください番組をやってもらって毎週来てもらえばいいんだよ毎週でも毎月でもなのでクロス FM 渡部のロケハンちょっと進めていきましょうかマジでお願いいたします楽しみです